おはようございます。おはようございます。それでは定刻となり定息数に達しましたので、ただいまから建設環境委員会を開会いたします。本日の委員会に付します案件は先に配布してあります付託表の通りであります。最初に予算議案の審査に入ります。議案第1号令和元年度八代市一般会計補正予算第11号中当委員会関係分を議題とし説明を求めます。歳出の第7巻土木費について建設部より説明願います。はい、委員長。塩崎建設部長。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。建設部塩崎です。それでは本委員会に付託されました議案のうち議案第1号令和元年度八代市一般会計補正予算第11号の建設部所管部につきまして田村次長より説明いたさせますのでよろしくお願いいたします。はい、委員長。はい、田村建設部次長。おはようございます。おはようございます。建設部の田村でございます。よろしくお願いいたします。釈材にて説明させていただいてよろしいでしょうか。はい、どうぞ。それではお手元の議案第1号令和元年度八代市一般会計補正予算書第11号をお願いいたします。3ページを開きください。第1票歳入歳出予算補正のうち歳出についてご説明いたします。館7土木費を4億8035万1000円増額補正し、補正後の額は57億8869万円としております。その内訳は項2道路橋梁費を2億9323万4000円増額、項3河川費を1646万7000円増額、項4港湾費を1億2065万円増額、項5都市計画費を5000万円増額するものでございます。次に、詳細をご説明いたします。20ページをいただき一番下の表をご覧ください。館7土木費項2道路橋梁費目2道路維持費は補正額7046万円を加えて5億1577万円としております。補正額の財源内訳につきましては国庫支出金が3828万円地方債が3210万円一般財源が8万円でございます。補正額の内訳は節13委託料を900万円節15工事請負費を6146万円増額するものでございます。内容は表の右説明欄に記載しております交通安全施設整備事業2046万円道路維持事業5000万円でございます。両事業とも国の補正に伴い令和2年度に予定しております事業の一部を前倒し実施するため補正をお願いするものです。別冊の建設環境委員会資料議案第1号令和元年度八代市一般会計補正予算第11号建設部所管分も合わせてご覧ください。道路維持費の交通安全施設整備事業は別冊資料の1ページに井上町の市道流星館1号線において、防護柵を設置するなど路線の一覧と内容を、記載しております。2ページめくりまして2ページの方に、地図を示しております。
続いて道路維持事業は3ページに坂本町の日光トンネルと日置町の日置歩道橋の補修の設計と施工を行う箇所一覧と内容を示しております。4ページ5ページが一図になっております。次に予算書の方に戻っていただきまして、21ページ一番上の表をご覧ください。館7土木費、項2道路橋梁費、目3道路新設改良費は補正額6277万4000円を加えて11億85万6000円としております。補正額の財源内訳につきましては、国庫支出金が3094万2000円、地方債が2790万円、一般財源が393万2000円でございます。補正額の内訳は設15工事請負費を5625万9000円設19負担金補助及び交付金を651万5000円増額するものでございます。内容は表の右説明欄に記載しております。単件道路事業負担金事業651万5000円市内1円道路改良事業5625万9000円でございます。単件道路事業負担金事業は負担金が伴う県の道路改良事業につきまして、各箇所の事業費が確定しましたことから、負担金の補正をお願いするものでございます。また、市内1円道路改良事業は、交通安全施設整備事業と同様、国の補正に伴いまして、仙町町の市道、新牟田西牟田線と鏡町の市道、氷川高校前線の、道路改良を前倒し実施するものでございます。別冊の、建設環境委員会資料を合わせてご覧ください。道路橋梁費の単件道路事業負担金事業は6ページに、県道萩二見線ほかの一図、県道名、事業費負担金などを示しております。市内1円道路改良事業は7ページに路線名と内容、8ページおよび9ページに位置図を示しております。また予算書の方に戻っていただきまして、21ページ一番上の表をご覧ください。目4、橋梁維持費は補正額1億6000万円を加えて3億7139万6000円としております。補正額の財源内訳につきましては、国庫支出金が8800万円、地方債が7200万円でございます。補正額の内訳は設13委託料を1700万円、設15工事請負費を1億4300万円増額するものでございます。内容は表の右説明欄に記載しております。橋梁長寿命化修繕事業であり、先ほど説明しました事業と同様、国の補正に伴うものでございます。また別冊の資料を合わせてご覧いただきたいと思います。道路維持費の橋梁長寿命化修繕事業は別冊資料の10ページ、日比谷列注入などの補修工事や補修設計を行います、島田町8号橋1他の橋梁と内容を10ページに示しております。また、
次の11ページ、ちょっと一番上が1図が抜けておりますが、1図に先ほどの橋梁の1図を示しております。それではまた予算書の方に戻っていただきまして、21ページ、今度は真ん中の表をご覧ください。管7土木費、工3河川費、木1河川費は補正額1,646,700円を加えて7,963,500円としております。補正額の財源内訳につきましては、地方債が2,290,000円の増額、一般財源が643,300円の減額でございます。補正額の内訳は節19負担金補助及び交付金を1,646,700円増額するものでございます。内容は表の右説明欄に記載しております。県河川海岸事業負担金事業であり、単県道路事業負担金事業と同様、県の砂防関係事業海岸事業につきまして、各箇所の事業費が確定しましたことから負担金の補正をお願いするものでございます。また別冊の建設環境委員会資料を合わせてご覧ください。河川費の、県河川海岸事業負担金事業は12ページに、急傾斜地崩壊対策事業他の、一図上の方が一図と今施設名、と当初と今回補正の事業費負担金などを示しております。また予算書の方に戻っていただきまして、21ページ一番下の表をご覧ください。管7土木費、工4港湾費、木2港湾建設費は補正額1,2,650,000円を加えて4,7,986,300円としております。補正額の財源内訳につきましては、地方債が1,1,500,000円、一般財源が1,1,500,000円でございます。補正額の内訳は節19負担金補助及び交付金を1,2,650,000円増額するものでございます。内容は表の右説明欄に記載しております。八代港県営事業負担金事業であり、ご説明これまでご説明しました通り、単県道路事業負担金事業などと同様、国及び県の八代港整備事業につきまして、事業箇所の追加、国の補正等に伴いまして事業費が確定しましたことから負担金の補正をお願いするものでございます。また別冊の資料をご覧いただきたいと思います。港湾建設費の八代港県営事業負担金事業は13ページになります。県および国および県の県事業の箇所図、内容、当初のと今回補正の事業費負担金等を示しております。それでは最後になりますが、予算書の方に戻っていただきまして、22ページ、上の表をご覧ください。管7土木費、工5都市計画費、木2街路事業費は、補正額5,000,000円を加えて2,7,560,000円としております。補正額の財源内訳につきましては、国庫出金が2,500,000円、地方債が2,500,000円でございます。補正額の内訳は節13委託料を2,400,000円、節15工事請負費を2,600,000円増額するものでございます。
内容は表の右説明欄に記載しております。西方西宮線道路整備事業であり、他の事業と同様国の補正に伴いまして、埋蔵文化財調査と道路改築を前倒し実施するものでございます。別冊の、建設環境委員会資料を併せてご覧ください。街路事業費の、西方西宮線道路整備事業は14ページ、最後にですね、地図の中に現在取り組んでおります2工区を、赤の実線で着色旗揚げしております。以上、議案第1号令和元年度八代市一般会計補正予算第11号のうち、本委員会に付託されました建設部所管分についての説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。はい、大倉委員。はい、ですね、土木費の資料で言った方が分かりやすいと思います。資料の1ページでご説明いただきました流星間1号線井上町の、工事についてもう少し詳細なご説明をお願いしたいというふうに思います。おそらくここは重要改善点みたいなですね、警察と、教育委員会そういったところと共同で調査をされた結果の交差点ではないかというふうに思っているんですけども、そのあたりも含めましてご説明をいただければと思います。小原土木課長。おはようございます。土木課長の小原でございます。ただいまのご質問で、流星間1号線の交差点になりますけども、ここは井上町の、井上第一踏切近くの、交差点となっておりまして、そちらからの、交通量が東西南北と交通量が増えておる交差点でございまして、事故も多発しているということで、今回の、補正ではですね、交差点内の、カラー舗装と、歩行者の安全確保ということでボラード等の設置をする予定としております。あと、部分的に、注意喚起を促すような路面表示等も考えております。以上でございます。はい、大倉委員。はい、すいません、ちょっと私の知識不足で、歩行者の安全対策をするためにいい対策の内容をご説明いただいたと思うんですけど、もう一度専門用語だったらすいません説明も加えていただければと思います。自分で分かんない。行きます。はい、小原土木課長。歩行者の安全確保ということで、現地の方が現在歩道になっているところがですね、水路が四方張りということで、その部分が歩道になっていると。で、交差点内の安全確保ということで、通常であればガードレールとかそういう強固なものをやりたいということで考えておるんですけども、今回の場所はその水路が四方張りということで、そういった強固な、ガードレールとか物の設置がちょっと物理的に難しいというところで、現在縁石があるところにつきましてボラードを設置するような対策を講じるということに考えています。ボラードというのが車止めで柱みたいな円柱の柱って考えていただければいいかと思います。以上で終わります。よろしいですか。はい、はい、大倉委員。はい、ありがとうございました。よくわかりました。保護者の方々からも改善を要望する声が上がっておりましたので、担当の課の方にはしっかりお伝えをしておいたつもりでもおりました。このような安全対策ができればですね、非常に安心に向けてですね、改善されていくというところについては
評価をさせていただきたいというふうに思います。次の質問よろしいでしょうか。はい、どうぞ。はい、引き続き歩道橋、日置町の歩道橋設置ということで、歩道橋のすいません修繕ということで、次の資料の3ページ、補修ということになっておりますけれども、内容をお聞かせいただきたいということと、この歩道橋につきましては、萩原方面からの、小学校中学校の、通学下校時によく利用されている部分でもございますが、工事の期間等について安全対策等を含めてどのようにお考えなのか、その点をお聞かせいただければと思います。小原土木課長。日置歩道橋の補修につきましては、まず委託を行います。でそれで、内容工事の内容としましては塗装関係でございます。で工事の時期につきましては、委託が完了した後、学校関係とかいろいろ関係官と協議しましてから実施したいと考えております。現在のところ実施時期については未定としております。以上です。はい、小倉委員。はい、要望ということでとどめますけれども、今学校関係と調整を図りながらということでございました。登下校のですね、安全を第一に考えていただきまして、できれば、夏休み等の理由が少ない時期というところにですね、後期を持っていただくような取り組みを期待したいというふうに思います。以上で終わります。よろしいですか。他にありませんか。よろしいですか。はい、よし、はい、内容です。以上で質疑を終了します。意見があったらお願いいたします。内容です。内容ですので、これより採決いたします。議案第1号令和元年度八代市一般会計補正予算第11号中当委員会関係分については原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。次に議案第5号令和2年度八代市一般会計予算中当委員会関係分を議題とし説明を求めます。まず歳出の第7巻土木費及び第10巻災害復旧費について建設部より説明願います。はい、委員長。はい、塩崎建設部長。はい、改めましておはようございます。おはようございます。それでは令和2年度当初予算の説明にあたり、建設部が所管いたします一般会計特別会計企業会計についての総括を述べさせていただきます。着座にて説明させていただきます。本市では第二次八代市総合計画で掲げる将来像である幸せあふれる人物交流拠点土地八代の実現に向け、特に重点的に取り組む6つの戦略を進めておりますが、建設部では安全安心で魅力ある都市を築くという戦略推進のため主に社会基盤整備に力を入れた施策に取り組んでいるところでございます。さらに現在策定を進めております八代市国土強靭化地域計画の推進に向けても力を入れていく必要がございます。それではまず当初予算のうち建設部所管分の予算規模についてご説明いたします。令和2年度八代市一般会計予算書の16ページをご覧ください。よろしいでしょうか。館7土木費では47億549万4千円を計上いたしております。前年度予算当初予算に比べ8565万6000円、
率にして 1.8% の減額でございますが、先ほどご審議いただきました令和元年度一般会計補正予算第11号中に国の一次補正に伴う前倒し分3億5671万9000円を加えますと実質約2億7100万円の増額予算となっております。続きまして令和2年度における主な施策の取り組みについて4点ほどご紹介いたします。まず1点目、幹線道路ネットワークの形成に向けた道路整備への取り組みでございます。街路事業として実施している西方西宮線の2工区では工事費、用地保証費、埋蔵文化財調査費など当初予算5249万4000円、産学補正予算5000万円の計1億249万4000円を計上しております。同じく沖新海線では今年度全体復員と車線数の決定まで進みまして、来年度は事業認可に向けた事前調査として平板測量を予定しております。また県事業への負担金となりますが、南部幹線では用地買収及び移転保証費などに要する事業費の 10%、 6720万円を予定しております。昨年の当初予算の 134% 増となっております。道路事業として実施している東西アクセス道路整備は川田町東の国道3号から仙町町小貝での県道共栄仙町停車場線へ通じる延長約 4.2km の道路で、東側国道3号から市道流星東西12号線、県道新八代停車場線、市道新牟田西牟田線の3路線を整備するものであります。県道と市道新牟田西牟田町線はすでに工事に着手しており、市道流星東西12号線については国道3号との取り付け協議が本年度完了し、来年度から本格的に用地買収に取り組んでまいります。次に2点目、地域生活に密着した道路整備への取り組みでございます。主に地域要望に応える事業である市内一円道路改良事業に当初予算と3月補正予算合わせて約8億800万円、道路維持事業に当初予算と3月補正予算合わせて約4億1600万円、交通安全施設整備事業に、当初予算と3月補正予算合わせて5200万円をそれぞれ計上し、地域要望への対応を含め道路施設の新設改良や適切な維持管理等に努めてまいります。次に3点目、良好な住環境の整備に向けた取り組みでございます。民間住宅関係の施策として今年度に引き続き老朽危険空き家等除去、危険ブロック塀等除去促進、民間建築部耐震化促進、アスベスト調査分析などの助成制度を実施するとともに、空き家バンク事業では空き家の有効利用の促進に向けた対策を展開してまいります。また公共施設の整備と宅地の利用増進を目的に行っている八千和地区土地区画整理事業は事業終盤を迎えており、早期完了に向け促進を図ってまいります。さらに4月1日からいよいよ八代市景観計画の運用を開始することになります。各地域の持つ豊かな景観の保全と形成を総合的かつ計画的に推進することで良好な住環境整備への後押しを行ってまいります。最後に4点目、公共水域の水質保全に向けた取り組みでございます。水質保全として欠かすことのできない生活雑排水の処理については、特別会計の農業集落排水施設処理施設事業で
9,545万1,000円、同じく浄化層市町村整備推進事業で5,083万2,000円の予算計上でございます。また企業会計である下水道事業では70億5,788万4,000円の予算計上を行っております。これらの事業では接続率を高め収納率を向上させる対策と維持費管理費等の削減が経営改善への重点課題と認識しており、来年度もさらなる経営の安定化に努めてまいります。また市街地の浸水被害の軽減を目的に整備を行っている北部中央雨水調整池整備工事は本年度までに基礎工と掘削作業を完了し、4月から本体構造物の築造に着手し、令和3年3月の完成を目指して工事を進めてまいります。終わりになりますが、令和2年度の建設部の新たな組織体制についてご紹介いたします。現在の建築住宅課を廃止し、住宅課と衛全課を設置いたします。住宅課は市営住宅係と空き家対策係の2係、衛全課は建築係と設備係の2係となります。また財務部から新庁舎建設課が建設部に移管することになりましたので、現況8課体制から10課体制の組織となります。4月以降、新たな組織体制のもと、安全安心で魅力ある都市を築くために建設部職員一丸となって、さらなるコスト削減と国の補助事業などの有利な財源確保に努めながら、各施策や各事務事業のさらなる推進を図ってまいります。以上で令和2年度当初予算の説明に先立つ建設部長としての総括といたします。引き続き一般会計の当初予算の詳細については楠本次長に、特別会計企業会計については担当課長にそれぞれ説明いたさせますので、よろしくお願いいたします。委員長。はい、楠本建設部次長。はい、おはようございます。建設部次長の楠本でございます。着座にて説明させていただいてよろしいでしょうか。はい、どうぞ。それでは予算書の7ページをお開きください。第1票歳入歳出予算中第7巻土木費の歳出分では47億549万4,000円を計上しております。前年度対比8,565万6,000円、 1.8% の減でございます。なお繰り返しになりますが、部長総括にありましたように、先ほど審議していただいた令和元年度八代市一般会計予算第11号中の国の一次補正に伴う前倒し分3億5,671万9,000円を加えますと約2億7,100万円の増額予算となっております。高一土木管理費では2億9,064万2,000円を計上しております。前年度対比538万5,000円、 1.9% の増でございます。項2道路橋梁費では16億907万7,000円を計上しております。前年度対比2億766万8,000円、 14.8% の増でございます。8ページをお開きください。項3河川費では8,586万8,000円を計上しております。前年度対比2,570万円、 42.7% の増でございます。項4港湾費では2億5,294万7,000円を計上しております。前年度対比1億1,458万3,000円、 31.2% の減でございます。項5都市計画費では23億
651万8000円を計上しております。前年度対比1億7402万5000円 7% の減でございます。項6住宅費では1億6044万2000円を計上しております。前年度対比3580万1000円 18.2% の減でございます。続きまして目ごとの事業とその内容について説明いたします。93ページをお開きください。まず右側の説明欄の事業を説明し、次に説の内訳について主なものを説明いたします。なお各目の節に給料から節4の共済費までは職員の人件費でございますので説明は省略させていただきます。項1土木管理費、目1土木総務費では5446万5000円を計上しております。公共用地取得登記事務事業423万6000円は登記事務に従事する会計年度用職員2名分の人件費などに要する費用でございます。目に建築総務費では2億3617万7000円を計上しております。老朽危険空き家等除却促進事業2889万9000円は老朽化して危険な状態で放置されている空き家の除却費用の一部を補助する費用47件分でございます。民間建築物耐震化促進事業1919万5000円は民間建築物の耐震化を促進するため戸建て住宅耐震改修設計や改修工事などを行う費用の一部を補助する費用21件分でございます。公共建築物営善事業1829万9000円は市民が安心して施設を利用できるように私有建築物や設備の定期点検に要する費用でございます。空き家バンク事業281万6000円は空き家情報システム保守業務委託や空き家バンク登録物件の利用活用を促進するため売買や賃貸契約が成立した場合残置された家財道具の撤去リフォームなどの一部を補助する費用などでございます。アスベスト分析事業250万は民間の既存建築物に施工されている吹き付けアスベストなどについて専門業者による含有調査費用の一部を補助する費用10件分でございます。危険ブロック塀等除却促進事業400万円はブロック塀等の倒壊による人身事故の防止及び避難経路の確保のため危険ブロック塀の除却費用の一部を補助する費用20件分でございます。吹き付けアスベスト除却等事業250万円は民間建築物の所有者が行うアスベスト除却等に要する費用の一部を補助する費用1件分でございます。設置事業費118万3000円は高齢追録代雑誌購読料やガソリン代などに要する費用でございます。設12委託料234万3000円は空き家等の所有者特定にかかる業務委託や戸建て木造耐震改修設計審査業務委託などに要する費用でございます。設18負担金及び負担金補助及び交付金5862万6000円は老朽危険空き家等除却促進事業などの各種の補助メニューにかかる補助金でございます。94ページをお開きください。
項2、道路橋梁費。目1、道路橋梁総務費では1億8745万1000円を計上しております。道路橋梁総務費、総務一般事務事業2974万円は指導の管理全般に要する費用でございます。設12委託料2682万2000円は道路台帳の作成および修正などの業務委託に要する費用でございます。目2、道路自費では4億1340万8000円を計上しております。交通安全施設整備事業3154万円はカーブミラー、ガードレールおよび街路灯や区画線など指導の交通安全施設の設置および補修に要する費用でございます。道路維持事業3億6562万4000円は市内一円の側溝や舗装などの道路修繕に要する費用でございます。設置需要費7110万6000円は市内一円の道路側溝や舗装、交通安全施設などの修繕料や街路灯などの電気代に要する費用でございます。設11、駅務費596万6000円は道路側溝の浚渫や地下道の点検・清掃の手数料に要する費用でございます。設12、委託料8725万3000円は緑の回路線や幹線指導の街路樹の管理業務委託および道路パトロール業務委託、新八代駅関連施設管理委託などに要する費用でございます。設14、工事輸送費2億3066万円はガードレールなどの安全交通安全施設設置工事や中央線など26路線約4キロメートルの舗装補修工事などに要する費用でございます。設15、原材料費1550万円は地元施工による生コン舗装の材料や路面の補修用の簡易アスファルト合材、カーブミラーなどの安全施設の部材購入費に要する費用でございます。95ページをご覧ください。目3、道路新設改良費では9億1190万2000円を計上しております。単件道路事業負担金事業1759万1000円は県道小鶴原目線など3路線の改良工事や速攻整備など同事業に関わる負担金でございます。市内一円道路改良事業7億5144万1000円は市民生活に密着した市道の交通環境改善を図ることを目的とした計画的に拡幅改良やバリアフリー化などの推進に要する費用でございます。設12、委託料1億布団で140万円。設14、工事請負費5億4634万1000円は堺資本整備総合交付金事業や市単独事業での取り組む指導整備に必要な測量設計などの業務委託や工事に要する費用でございます。設16、公有財産購入費7210万円と設21、補償補填および賠償金2750万円は社会資本整備総合交付金事業に伴う用地取得、家屋や立ち木補償および工事に支障となる電柱移転補償などに要する費用でございます。設18、負担金補助および交付金1759万1000円は単件道路事業負担金事業にかかる負担金でございます。目4、橋梁維持費では6051万6000円を計上しております。
市内一円橋梁維持管理事業51万6000円は市が管理する橋梁の維持補修などに要する費用でございます。橋梁長寿命化修繕事業6000万円は道路法の改正に伴う橋梁定期点検に要する費用でございます。設置事業費22万円は橋梁照明等の電気料でございます。設置住人委託料6000万円は390橋の橋梁点検業務委託に要する費用でございます。69ページをお開きください。すみません、96ページをお開きください。目後橋梁新設改良費では3580万円を計上しております。市内一円橋梁改良事業は 幅が狭く通りづらい橋の改修工事や設計業務委託を行うものです。設置12委託料200万円は上方町4号線橋梁ほか1橋の設計業務委託に要する費用でございます。設14工事業費3380万円は 上方町4号線橋梁ほか4橋の橋梁改修に要する費用でございます。工3河川費目1河川費では8586万8000円を計上しております。二見川渇水対策施設維持管理事業188万1000円は南九州西回り自動車道の若松トンネル建設時に発生した二見川の渇水対策として用水ポンプの運転経費及び施設の管理に要する費用でございます。県河川海岸事業負担金事業2740万円は坂本町の大門瀬など4カ所での休憩車地崩壊対策や明治神殿海岸及び野崎海岸の海岸堤防等老朽化対策緊急事業老朽化対策緊急事業でかかる負担金でございます。市内一円河川改修事業5358万7000円は河川改修に関する費用でございます。土砂災害危険住宅移転促進事業300万円は土砂災害特別区域内通称レッドゾーンに居住する方の安全な地域イエローゾーン以外への移転を促進するため移転を行う者に対して費用の一部を補助する費用でございます。設置需要費604万3000円は河川護岸等の修繕料や二見川渇水対策用のポンプ等の電気料に要する費用でございます。設置に委託料1863万5000円は河川の除草や清掃委託改修工事の測量設計業務委託に要する費用でございます。設14工事輸送費3000万円は二見本町の下がり川ほか8河川の改修工事に要する費用でございます。設18負担金補助及び交付金3082万4000円は県河川海岸事業負担金が主なものでございます。97ページをお願いいたします。項4港湾費目1港湾管理費では651万1000円を計上しております。港湾管理事業449万5000円は市が管理する日名港及び鏡港の港湾施設等の維持管理に要する費用でございます。八代港振興事業201万6000円は同事業にかかる負担金でございます。設需要費185万円は日名港と鏡港の夜間照明等の電気料や浮桟橋の修繕料などに要する費用でございます。設12委託料249万3000円は
避難港の航路標識の設置や高潮時のポンプによる排水対策に要する費用でございます。施設18負担金補助及び交付金201万6000円は八代港振興事業にかかる熊本県港湾協会、海上保安協会、日本港湾協会、港湾都市協議会への負担金でございます。目に港湾建設費では2億4643万6000円を計上しております。八代港県営事業負担金事業1億5670万円は重要港湾と国際旅客船拠点形成港湾の指定を受けております八代港の国直轄事業や県営事業にかかる負担金でございます。港湾施設改修事業6340万5000円は鏡港の白地新設や避難港の維持管理計画策定業務などに要する費用でございます。委託料は施設12委託料1650万円は避難港の維持管理計画策定業務に要する費用でございます。施設14工事請負費4690万5千円は鏡港の白地新設工事や避難港の豆腐標設置工事に要する費用が主なものでございます。施設18負担金補助及び交付金1億5670万円は八代港県営事業負担金事業にかかる負担金で国の直轄事業のマイナス14メーター航路整備事業費18億の負担金20分の1で9000万円、マイナス12メーター岸壁改良工事改良で事業費1億5000万円の10分の1の負担金で1500万円、県営事業の港湾改修事業費3億円の6分の1の負担金で5000万円、海岸整備事業費3400万円の20分の1の負担金で170万円でございます。98ページをお願いいたします。広報都市計画費目1都市計画総務費では16億4568万7千円を計上しております。被災宅地復旧支援事業地震 災害関連2010万円は熊本地震で被災した宅地の復旧工事費の一部を支援する費用でございます。被災私の復旧支援事業地震災害関連300万円は熊本地震により被災した私どもの復旧工事費の一部を支援する費用でございます。景観形成支援事業404万4千円は八代市景観条例及び八代市景観計画に基づき良好な景観形成に対する支援を行うもので景観重点地区景観形成基準等策定業務委託などに要する費用でございます。また下水道事業会計へ出します企業会計繰出金事業に15億1850万円を計上しております。施設12委託料875万5千円は都市計画地形図修正業務や景観重点地区景観形成基準等策定業務などに要する費用でございます。施設13使用料及び賃借料408万4千円は土木積算システムのリース代などに要する費用でございます。施設18負担金補助及び交付金2406万5千円は地震災害関連として被災した宅地の復旧や私どもの復旧に対する補助金が主なものでございます。施設27繰出金15億1850万円は企業会計であります下水道事業への繰出金です。前年度対比2000万
2000万円の減となっております。詳細につきましては下水道事業会計で説明いたします。目に街路事業費では1億6940万8000円を計上しております。南幹線道路整備事業6720万円は前川を挟む県施工区間の建物等を調査及び用地取得や建物等移転補償など同事業にかかる負担金でございます。西方西宮線道路整備事業では5249万4000円を計上しております。本事業は1工区が平成28年度に完成し平成29年度より2工区に事業を着手しております。令和2年度は用地取得埋蔵文化財調査及び一部工事を予定しております。沖新海線道路整備事業では500万円を計上しております。県道八代臨港線の沖町と県道八代港大手町線の新海町を結ぶ延長約2キロメートルの都市計画道路沖新海線の道路整備を行うもので道路予備設計に必要な平板測量業務委託に要する費用でございます。設12委託料1861万9000円は西方西宮線2工区の文化財調査沖新海線の平板測量業務委託に要する費用が主なものです。99ページをお願いいたします。設14工事費用費700万円は西方西宮線2工区の工事に要する費用でございます。設16公有財産購入費930万円と設21補償補填及び賠償金2300万円は西方西宮線の用地取得及び建物等移転補償に要する費用でございます。設18負担金補助及び交付金6724万円は南部幹線県営事業負担金が行うものでございます。なお負担率は 10% でございます。目3都市下水路費では8768万6000円を計上しております。下水ポンプ場維持管理事業1295万1000円は日名子浜町ポンプ場及び特別ポンプ場の運転点検及び修繕に利用す、の費用に要する費用でございます。都市下水路維持事業都市下水路管理事業維持管理事業365万5000円は宮地都市下水路内の土砂浚渫や除草清掃などの費用に要する費用でございます。肥門機関操作管理事業768万4000円は国土交通省より球磨川流域の堤防に設置されている肥門や校門など45箇所の管理委託に要する費用でございます。都市下水路市内1円都市下水路整備事業5907万2000円は用途区域内の排水路の改良及び維持管理に要する費用でございます。設7報奨費689万7000円は球磨川流域に設置された肥門機関の捜査員36名への報酬でございます。設需要費1404万5000円は市内1円の都市下水路の修繕及び堆積土砂の浚渫や日名子浜町と特別にあるポンプ場の燃料や光熱費などに要する費用でございます。設11駅務費118万2000円は地元施工で浚渫された土砂の運搬料や肥門操作管理人にかける障害保険料が主なものでございます。設12委託料555万3000円と設14工事請負費5553万5000円は筑添町排水路改良工事ほか7箇所の工事や測量設計業務に要する費用でございます。
目4、公園費では2億5560万2000円を計上しております。市内一円公園維持管理事業1億990万2000円は市内100公園の施設修繕や管理業務委託、樹木管理委託などに要する費用でございます。市内一円公園施設整備事業3300万円は図書館横広場東屋屋根改修や坂本町の熊川ワイワイパーク公園大型遊具改修など11公園の施設改築及び遊具改築、ソーラー照明等設置2公園、防災倉庫設置1公園などに要する費用でございます。公園施設長寿命化支援事業4000万円は鏡町の内田児童公園ほか5公園の遊具改築工事に要する費用でございます。都市公園安全安心対策緊急支援事業3600万円はトイレや園路のバリアフリー化の改築工事に要する費用でございます。設置事業費1887万8000円は施設改修や電気料、下水道使用料などが主なものでございます。設11、駅務費409万4000円は公園管理手数料やトイレの組み取りに要する費用でございます。設12、委託料8041万7000円は公園の樹木管理や清掃業務委託に要する費用が主なものでございます。100ページをお願いいたします。設13、使用料及び賃借料1000万9000円は熊川スポーツ公園の簡易トイレ賃借料や土地使用料でございます。設14、工事行き用費1億500万円は公園施設整備や長寿命化対策に要する費用でございます。目5、区画整理費では1億4813万5000円を計上しております。八千代地区土地区画整理保有地販売促進事業は民間の不動産業者の力を借りて保留地の販売を促進するもので102万8000円を計上しております。八千代地区土地区画整理事業基金事業は保留地売り払い収入及び利子分を同基金に積み立てるもので令和2年度は2676万円を見込んでおります。八千代地区土地区画整理事業7543万円は区画内の区画道路築造及び舗装建物移転保証などに要する費用でございます。設7、報奨費108万2000円は保留地販売促進手数料3件分でございます。設10、事業費311万円は道路の修繕料消耗品及び公用車のガソリン代などが主なものでございます。設12、委託料1658万8000円は各地測量や保証費再算定業務などに要する費用でございます。設14、工事行き用費4800万円は区画道路築造や舗装工事などに要する費用でございます。101ページをお願いいたします。設21、補償補填及び賠償金1040万円は建物移転保証1件分でございます。設24、積立金2676万円は事業基金への積立金でございます。項6、住宅費目1、住宅管理費では1億6030万円を計上しております。公営住宅管理事業6340万円は老朽箇所の修繕並びに給排水設備や浄化槽設備などの保守点検に要する費用でございます。公営住宅
ストック総合改善事業28859000円は八代市営住宅長寿命化計画に基づき計画的に維持保全するために建物、機械、電気設備の改善に要する経費及び第2期八代市住宅長寿命化計画策定業務に要する費用でございます。公営住宅施設整備事業16153000円は新町団地電気温水器取り替え、入居から30年を超えた住居者の畳替えや畳取り替えや製作空き家5軒分の解体などに要する費用でございます。設置需要費48187000円は市営住宅の修繕料が主なものです。設11駅務費4363000円は団地内の除草や植木剪定などの手数料が主なものでございます。施設12委託料46127000円は第2期八代市住宅長寿命化計画策定業務委託や市営住宅の各種設備の保守点検などに要する費用でございます。施設14工事費用費440万円は製作空き家5軒分の解体などに要する費用でございます。102ページをお願いいたします。目に住宅用造成費では14万2000円を計上しております。宅地分譲貸付事業は定住促進のために造成された宅地分譲地の販売及び貸付を行うものでございます。設置報酬3万円は宅地分譲審査員5名分の報酬でございます。設11駅務費11万円は東洋町広野団地内にあります販売促進用の案内看板の撤去に要する費用でございます。続きまして配布しております資料の説明をさせていただきます。まず資料の確認をお願いいたします。右肩に建設環境委員会資料議案第5号令和2年度八代市一般会計予算建設部所管分と令和2年度地域要望への対応建設所管分です。お手元にございますでしょうか。最初に令和2年度八代市一般会計予算建設部所管分について説明いたします。この資料は市内地で実施している各事業の詳細をお示しするものでございます。表紙をめくってもらいますと裏側に目次をつけております。1ページが道路維持事業の予定表となっております。2ページから8ページまでがその箇所図となっております。で同様に各事業ごとの予定表及び箇所図を添付しております。後でご確認いただければ幸いでございます。次に令和2年度地域要望への対応について建設所管分について説明いたします。こちらは令和元年度に各地域協議会から建設部に寄せられた要望995件のうち令和2年度で各課が対応する箇所171箇所分を取りまとめた資料でございます。要望に対する達成率は 17% となっております。最後に災害復旧費
の建設所管部について説明いたします。119ページをお開きください。ページ上段の関災害復旧費項に公共土木施設災害復旧費目1道路橋梁施設災害復旧費では970万円を計上しております。道路橋梁施設災害復旧事業では令和元年7月の梅雨前線豪雨により斜面が崩壊した泉管内の市道腰越平線の災害復旧を行うものです。設備12委託料970万円は地滑り解析業務地籍調査業務に要する費用でございます。以上で関7土木費関10災害復旧費の建設部関係の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。ありませんか。はい、はい、大倉委員。はい、ページなのかな。アスベストの調査分析業務のことで、お尋ねをしたいんですけども、これはあくまで、民間が補助されるということというふうに理解してよろしいでしょうか。行政の施設についてもアスベスト調査を、した方がいいのではないかというような声があると思います。例えば、市の市営住宅ですね、こちらの方にアスベストが、ね、含有されているんじゃないかというような心配をされているところもあるようですけれども、そのあたりの考え方をお聞かせいただきたいと思います。宮畑建設部理事兼建築指導課長。はい、おはようございます。建築指導課宮畑でございます。よろしくお願いします。アスベスト調査分析事業でございますが、この事業は民間の建築物にかかる、アスベストがあるかどうかを分析をすることに対して、その費用の一部を補助するというものでございます。私からは以上でございます。まだ他説明ありますか。はい、下村建設部理事兼建設住宅課長。おはようございます。建築住宅課下村と申します。委員ご質問ですけれども、市営住宅に関しては一団地、そのようなアスベストの疑いある団地ございまして、調査する方向で、おります。以上です。よろしいですか。あ、はい、他にありませんか。はい、はい、いいですか。はい、福島委員。この区画整理の方でお伺いいたします。これ100ページになりますが、この八千葉地区の区画整理事業についてはもう相当進んできているようですが、あと大体何年ぐらい計画ありますか。一見、都市整備課長。おはようございます。おはようございます。都市整備課一見でございます。八千葉地区の土地区画整理事業につきましては、平成12年より、事業を着手して、一応現段階では平成4年を、事業完了を目標としているところ、令和4年の
事業の完了目標ということで計画しているところでございます。福島委員、令和4年、やっぱりだいぶ長い事業でしたね。大変でございました。まあ、それについてこの区画内の保留地っていうのはこれはどういう、形になったんですかね。この区画整理の中に入ってない事業なんですかね。はい、一見整備課長、都市整備課長。はい、保留地とは、土地の一部をですね、区画整理の中で道路とか公園とか、あと、事業費を捻出するために、各、地主の方から、土地を提供していただいて、その保留地を販売して、事業費の一部に、充てるということで、区画整理事業は進めさせていただいたところでございます。はい、福島委員、はい、提供していただくというと、もうもともとほら個人の土地を、まあ、買収するんじゃなくて提供していただくという、そういう意味なんですか、保留。一見、都市整備課長。はい、土地区画整理の中では一応現部というような扱いでですね、当初の土地の、価値が、若干こう土地区画を行うことで、上昇するということで、その分、若干その現物という形で提供していただいた中で、それを販売することで事業に当てていくということでになっております。わかりました。はい、はい、他にありますか。はい、関連でいいですか。はい、大倉委員。はい、今の土地区画整理事業なんですけれども、あと区画販売として何区画が残っているような状況になるんでしょうか。進捗状況を少し教えてほしいと思います。はい、一見都市整備課長。はい、あと31区画、総数で、102区画予定しておりまして、今後の販売、保留地の、予定としてはあと31区画ということになっております。よろしいですか。はい、はい、大倉委員。はい、31を、残りの期間で販売していかなければいけないということですね。で、今の景気の状況も非常にこう厳しいところが、まあ、襲っておりますので、まあ、そのあたりも、十分考慮されて、対応に当たっていただきたいと言いますか、運営に事業に当たっていただきたいと、もう要望に留めておきたいと思います。他にありませんか。はい、大倉委員。はい、橋梁長寿命化修繕についてお聞かせください。次長のご説明では、橋の数が390というお話だったと思うんですけど、はい、すいません、事前にいただいた資料では389ということになっておりますので、まずその数字がどちらが正しいのかということと、この修繕事業毎年行われておりますが、現在の進捗率、それから現在の状況でいったらあと何年ぐらいするとこの長寿命化修繕というのが終わるのか、そのあたりをお聞かせいただきたいと思います。小原、土木課長。まず1点目の、390橋なのか389橋かということでございますが、正確な方は389橋でございます。現在の、
修繕計画ということでございますが、これは、平成25年度に外略目視点検ということで、指導にかかる15メーター以上の橋梁129橋、重要度の高い7メーターから15メーターの橋梁ということで、これが329橋、合わせて458橋に対しまして、平成25年度に修繕計画を作成しております。その中で、現在必要な修繕が必要な橋梁数が45橋ということでございました。それを、平成27年度から順次やってきておりまして、令和元年度までで14橋の修繕を完了しております。で3パーセントにしますと 31% ということでございます。で、平成2年度の予定としましては12橋の修繕を行うということで、これが完了しますと約 58% ということになります。で、その後ですね、平成26年度に道路法が改正されまして、橋橋が2メーター以上の橋梁ということで、これを5年間に1回は定期点検を行いなさいということになっておりまして、その橋梁数が1869橋となっております。で今後はこの1869橋に対しまして修繕計画を、策定して、それに応じて年度ごとを対応してまいりたいと考えております。ただ完了年度につきましては現在のところ、不明ということでございます。以上で回答とさせていただきます。はい、おくらい、はい、必要性については理解をしたいというふうに思います。財政的に非常にこう厳しい中ではあると思いますけれども、財政当局としっかり交渉していただいてですね、予算の確保に、取り組んでいただきたいというふうに、要望をしておきたいというふうに思います。この点については終わります。他にありませんか？ないですね。あ、少々お待ちください。はい、福島委員、お願いします。景観形成支援の事業について、この今重点地区を指定してあるというのは大体何箇所ぐらいですか？はい、西理事兼建設政策課長。皆さん、おはようございます。おはようございます。建設政策課の西でございます。よろしくお願いします。今の質問についてのお答えをいたします。景観重点地区まだ指定というところまでは言っておりませんで、一応景観計画の中では候補というふうに挙げております。まだいろんな、調査等ですね、あと住民の皆さんたちとの話し合い等でですね、合意形成が取れたら指定ということになるんですが、今のところ景観計画では候補ということに位置づけておりまして、その候補が4箇所ございます。以上でございます。いいですか、おしまい。はい、これについて景観形成にするというのは、これ建物とか今の、土地からの流れで見て、この環境の条件とかそういうのを含めた中で その今のあれになってですかね、景観形成という形になってです、歴史的なそのところとそういうのも含めた状況なんですかね。はい、西理事兼建設政策課長。まず景観支援ということでですね、景観に関してましてはですね、あくまでも環境という部分というよりはですね、その景色とかですね、その風景、その建物も含めたところでのですね、そういうものを、統一感を持ってとかですね、そういうようなものにですね、皆さんで取り組んでいきましょうということで、直接的に市の方からですね、その建て替えの費用とかですね、そういうのをお渡しするとかですね、そういうものではないのかなと、そういうのをですね、されるときにですね、大きな建物につきましては、
まあ、あの色であったりとかですね、そういう、周辺の景観に配慮したものであるかというのをちょっと調査させていただいて、指導するとかですね、そういうものが主な業務になるのかなと思っております。それと重点、先ほどおっしゃったところは重点地区についてだと思うんですが、確かに歴史的に、八代の中で重要な観光の施設であるというようなもの、例えば三重県宮であったり周辺であったりとかですね、そういうところもあるんですが、やっぱ観光地で人をいっぱい来るようなところ、日名郡温泉、日名郡であったりとかですね、とか、まあ、やこのあの中心地で行きますと本町、まあ、こういう商店街もですね、統一した、景観で行ったら、人がですね、集まるんじゃないだろうかとかですね、そういうところを考えながら重点地区っていうのをですね、候補を定めております。まあ、それを指定に向けてですね、今から、いろいろな調査とかですね、住民さんたちとの話し合いというのを進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。はい、失礼します。他にありませんか。はい、はい、橋本隆一議員。はい、96ページの土砂災害危険住宅移転促進事業300万円ですけども、デッドゾーン、いわゆるデッドゾーンの移転補助なんですが、まあ、確認ですけども、大体どれくらいの今デッドゾーンにこうおられる件数とか把握しておられますか。それと今回のその300万の大体どれくらいの対象数を上げておられるのか、それとその補助の額ですね、一件に対しての補助額が大体どれくらいになられるのか、ちょっと気になるものですからお願いします。小原土木課長。はい、ただいまの質問も土砂災害危険住宅移転促進事業でございますが、まず、土砂災害特別警戒区域ということでレッドゾーンという、呼んでおりますけれども、それの、レッドゾーン内の家屋の世帯数ですね。でこれにつきましては八代市内で1191世帯がございまして、その中で今回、まあ、移転の申請を出されるという予定の方が今1件でございます。1件、はい、対象経費につきましては住宅除去費と移転経費、住宅建設購入費等で、補助の上限額が、300万円となっております。以上でございます。はい、ありがとうございました。はい、橋本議員、すいません、何でも確認ですが、その300万で、実際にその方がどれくらいの割合になるわけですかね、その移転する割合というか、300万で足らないと思うんですけども、例えば1000万ぐらいかかると、そのうちの300万ぐらい補助できるんですよという割合なのか、どれくらいの割合の補助率なのかをちょっと聞いてくれると思うんですけど。はい、小原土木課長。率ではございませんね。そのトータルに対して上限が300万までということでございます。はい、橋本隆一議員。すいません、私が聞きそびれてました。理解できました。よろしいですか。はい、他にありませんか。はい、高山委員。別冊の方で、16ページの市内遅延道路改良事業の関係ですけども、これの5番目の上高町宮地4号線、それと宮地町4号線というのが無電柱化特別設計というのがございます。これについて現在三重県産道路整備事業ということで、もうすでに地域の方、住民説明会等あってるんですが、その指導部分かと思いますけども、これもその整備事業の一環というふうに捉えてよろしいんでしょうか。小原土木課長。今の質問の通り、これは妙見町のところの関連する隣接する路線ということで、一応今地元さんとの協議を進めておりますが、まあ、その結果を踏まえて
反映できる分は反映させていきたいと考えております。以上、よろしいですか。はい、他にありませんか。はい、大倉委員。はい、八代港県営事業負担金事業で、こちらの方の、まあ、進捗率というんですかね、事業費に対する進捗をお聞きしたいというふうに思います。泉国際港湾振興課長。皆さんこんにちは、国際港湾振興課でございます。八代港金融事業負担金の進捗率ということですけれども、まあ、各事業においていろいろ設定されておりますので、まあ、その分については一つ一つはちょっと把握はしておりませんが、まあ、今回のクルーズ客船の整備につきましては、今年度で完成ということで、聞いております。以上でございます。はい、大倉委員。はい、今は即答できないということみたいですので、後ほどお尋ねをしたいと思っておりますが、改めて委員会外でお聞きしたいというふうに思いますので、答えの準備をお願いしておきたいと思います。いいですか。はい、大倉委員。はい、南部幹線についてお聞かせください。今回については県の区間についての負担金というのはご説明であったかと思うんですけれども、県の区間、どういった現在状況なのか、見通しがついている状況としてどういったところが見通しがついているのかですね、なかなかこう城南鉄工所さんからこう橋を架けるところが進んでいないようなお話も心配されるようなですね、市民の声も聞くもんですから、どういった状況なのかというところも含めて、お尋ねをさせていただきたいと思います。一見都市整備課長。はい、南部幹線の、現在の状況についてということでの問い合わせでございます。議員おっしゃられましたように、現在、熊本県の方では、夢タウンの、城南鉄工所さんの方から橋、川を渡りましてですね、市のすで、に、完了済みの区間のところまでを、県工事の、工区ということで、取り組んでおられるところでございます。で、現在、用地保証等を、事業をやっておられますが、一応、そこの、一工区の、令和元年度末での、事業費換算での進捗率として、10.8% になっているということでお聞きしております。で、言われました詳細、保証、用地買収等々の詳細については、ちょっと、確認しないとわからない状況です。一応、事業費、全体としては、事業費ベースとして、進捗率が 10.8% ということでお聞きしているということです。大倉委員。はい、この程度にとどめますけれども、10.8 という数字ちょっと驚きました。先にですね、八代市が担当されました区間、山中のところから上野新町ですかね、そちらの方に、橋を架けておられますけれども、この効果を生み出すためにもやはりこの県区間の早期完成が望まれる分というふうに思いますので、県の方にしっかり要望していただきたいというふうに思います。引き続きよろしいでしょうか。はい、ご覧に、西方西宮線についてお聞かせいただきたいと思います。平成、西方西宮線につきましては令和3年度までが2工区のですね、区間
泉商、しますすいません、丸尾商店、丸尾商店さんのところまでというふうな認識を持っておりますが、現在の進捗、それから令和3年度の目標というところが達成可能か、見込みも含めてお聞かせください。一見都市整備課長。はい、西方西宮線につきまして、2工区の現在の、状況でございますが、令和元年度末の、事業費換算では 61.4% の進捗となっております。で、今後の見込みといたしまして、先週末にですね、埋蔵文化財調査の担当課の方から、直近の、埋蔵文化財地窟の、結果が出たということで、当初我々の方としましては2工区に入りましてですね、30メートルぐらい、南側に行ったところから50メートル区間を、当初の、埋蔵文化財調査の予定としておりましたが、2工区の一番北側の30メートル、それと当初予定していたところから60メートル先に行ったところからも、試掘の結果埋蔵文化財調査が、現存するということで、本格的な調査が必要というような回答をいただいております。で、当初来年度並びに、今年度補正の、部分につきましては、その、50メートル区間しか予定をしてなかったものですから、今後、埋蔵文化財調査、一番、最大として区間が350メートルほどありますが、半分ぐらい、埋蔵文化財調査が必要になってくるのではないかというようなことで、資料しているところでございます。で、当然、事業費並びに、調査期間が必要になってきてくるというようなことで、すいません、先週末にちょっと、伺ったばっかりなんで、その対応については、これからですね、関係課を含めて、対応させていただきたいと考えておりますが、おっしゃる令和3年度の、完成の見込みについては、現状としては、厳しいと言わざるを得ないのかなということで考えているところでございます。はい、岡田委員。はい、要望になりますが、一航空の方でもですね、埋蔵文化財の発掘調査で、思う以上の期間を要したというようなことを認識をしております。で、今の、ご説明をお聞きしましても、埋蔵文化財が発掘されたということですので、当初の予定からすると長めの事業完了というような形になるんだろうということですので、地域の方々、関係者の方々にはまたしっかりご説明をしていただきながらですね、理解を得ていっていただきたいというふうに要望しておきたいというふうに思います。はい、他にありませんか。はい、要くらい。公園維持管理事業で八代城お堀の浄化剤、お堀をなの、水質を改善されるんでしょうか。どういった経緯からこの取り組みに至ったのかというところをお聞かせいただきたいというふうに思います。一見都市整備課長。お堀の浄化事業についてご説明をさせていただきます。八代城のお堀については、球磨川より、水を引きましてですね、お堀の水、を、回させていただいているような状況ですが、夏場に、いわゆる青子といわれるものが発生してですね、若干こう、匂い等の発生もあるということで、住民の方から臭いというような話もあったんで、数年前からですね、特に夏場のそういった青子が発生する時期に、そういったものを抑える、浄化剤
を、散布したり、水の中に漬け込んでそれを循環させるというような事業をやらさせていただいているところで、ちょっとこう気温等々の、条件様々ありますが、かなり、軽減できてきたのかなということで、判断しているところでございます。効果として、これまでやった効果として、軽減ができたというふうな評価もいただきましたけれども、やはり私思うには水を一回抜いてしまってですね、抜本的に、その清掃するというかそういったことも必要ではないかというふうに思っておりますが、そのあたりは どのような評価をされておりますでしょうか。一見都市整備課長。ご意見にありました、水を抜くということは、かなりヘドロ等の、除去というようなことも、発生しましてですね、事業費がかなり莫大になるというところで、現状としては、その、考えには至っていないというのが現状でございます。はい、大倉委員。はい、トータルで76万6千円という、税金を使われているわけですね。抜本的に回収をした方がいいのか、それとも今やっておられるこの76万6千円という費用を毎年支出していった方がいいのか、そのあたりはしっかりまたご検討をお願いしておきたいというふうに思います。よろしいですか。ここら辺に、当初予算ですので、すいません、公営住宅施設整備事業にですね、説明をいただいた中で政策空き家解体というご説明があったというふうに、受け止めました。この政策空き家という表現について、どういったものになるんでしょうか。はい、下村建設部理事兼住宅、建築住宅課長。はい、市住宅に関しましては長寿命化計画の中で、廃止目的として、9団地挙げております。目的としては団地自体の廃止ということで、現在あります29団地のうちの9つの団地に関しまして、政策的にこの団地を廃止していくという目的のもと政策空き家ということで、区分しております。廃止するんですね。はい、福島委員。ですね、公安署公安整備の方でお伺いいたします。この鏡港の、新設ですけれども、今までも、年度でよく何遍となく新設についてやっていただいているんですが、この公安のこの新設について、かなりですね、新設される業者の方がこのヘドロは残したままこのいいところだけ持っていくというそういった仕事内容があって、また再度春節しなければいけないというような、ことになってきているんですが、これいろんな貝類にしても魚にしてもそういったものがこの漁港については港についてはだいぶこのいろんな弊害がやっているところがありますので、そういったところがどういった形で新設についてはやっておられるんですかね。小原土木課長。今の新設の状況についてでございますけれども、今着工前に、堆積移動というか
その分の高さを当たりまして、で浚渫工事を行った後にまたその高さを確認すると、でその差が浚渫した分ということで、土壌の管理はそういう形でやっております。検査の方も一緒でございます。はい、しまい。今現状そのまま見ればですね、まあ、固まった泥を組んでこの排除するという形になりますけれども、ヘドロの部分をこの何ですか、水で洗うという姿になって、そのヘドロが残るわけですよ。でそういった浚渫のやり方だと 何度もしたっては一緒なんですね。でしかもが魚介類に関してはそのヘドロがずっと流れていって、大事なその魚子貝が育つというところをですね、埋めてしまう、そういったその流れがあるもんですから、どん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 漁場が悪くなっていくという、そんな状況に今までがなってきてるわけです。でそういったですね、浚渫のやり方をもう少し 業者の方々にやはりきちっとした体制の下でこの浚渫をしていただくというのが必要だろうと思うんですが、そういったところはどういかがなんでしょうか。要するに取ったと言ってもヘドロがまた元に帰って、それが今度海底を埋めて海に影響するというような質問なんだけども、そこら辺りは確認できてるんですかね。ご質問の意図は分かりましたんですけども、実際の管理としてはそういった管理しかできないのかな。確かにその潮の緩慢とかなんかの影響もあってですね、またなるっていうことは考えられますけども、今までのあれではそういったことでしか今のところは方法はないのかな、管理する方法としてですね、はい、で考えております。はい、福島委員。今までですね、そういったその浚渫をするこの、除却するその時間帯に調査をしないとなかなかそういった本当の仕事内容がわからないわけですよ。で一旦すくってそれを水に浸してやれば、そのヘドロがどんどん流れていくわけですから、でそういった流れがないような姿でこの除却するという浚渫するというような方法でいかないと、もうするたびにヘドロがずっと流れていくわけですよ。そういったところをきちっとした見て、やはり、業者の方にそういった注文付けをしていかなきゃいけない、いかんとだろうというふうに思っております。でそういったヘドロが一切海類が取れるところまでずっとヘドロがずっと流れていくわけです。看板の取り、そういったその浚渫のやり方をしっかりしていただきたいなというふうに、まあここはもう注文付けしておきます。はい、ということで、まあ浚渫のやり方をちょっと確認していただければということでございます。よろしくお願いいたします。他にありませんか。ないようですね。はい、ないようです。以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いいたします。はい、高山委員。先ほど石川西宮線の文化財が出たということでですね、私決して文化財発掘を軽んじるわけじゃないんですけども、現状道路がですね、ちょうど村上市議会議員のところまで広くなると、もうちょうど砂時計と一緒でですね、あそこまで、あそこから山道線の方の抜け道をですね、かなりもう学習されております。皆さんドライバーの方がですね、そのような中でその狭いところが非常に先ほど丸尾商店というのが出ましたけども、そこの四つ角なんかもう三すくみになってですね、動かないとか、それとかちょうどあそこもバンビ付近というのがありまして、なかなか混雑しております。で
まあ、その時期道路を広げるかっていうふうな話もよく要望が出るんですけども、いやいやもう将来的には西方西宮線ができるんだからということを考えますとですね、やはりもう早めにですね、工事を進めていただきたいというのが住民の本音です。で、文化財の方もですね、もう早めに調査いただいてですね、そういったところをですね、調整の方よろしくお願いしたいと思います。他にありませんか。はい、はい、大倉委員。はい、次長の方から、説明をされる中で、地域要望に対する進捗率のご説明をいただきました。全体で、996件171箇所995件ですかね、失礼しました。の中で、171箇所進捗率 17% というようなご説明だったかと思いますが、担当課の方でも努力をされてのことだとは思いますけれども、やはり一番身近なですね、社会資本というところでは、こういった地域要望での、整備を急いでほしいというような声をよく耳にしますし、そういった声思いが強いものというふうに認識もしております。財政的に厳しいところもあるかと思いますけれども、こちらの方の、予算化というところもですね、しっかり取り組んでいただきたいというふうに、意見として申し上げたいと思います。それから、さまざまな補助事業が展開をされております。この補助事業について、利用される方、私も、中身を見てみましたけれども、やはり税金を使うということから、やむを得ないこう申請書の、数というふうになっているのかなというふうには思いますけれども、できるだけ簡素化していただいて利用しやすい補助制度というところにもですね、取り組みを進めていっていただきたいというふうに意見として申し上げておきたいと思います。以上です。他にありませんか。いました。はい、北園委員。はい、景観形成の支援事業で、先ほど福島委員から質問の内容で、大体景観の重点地区の形成、の策定業務の内容というのは分かったんですけども、まあ候補地で4箇所上がっているかと思うとですけども、まあ、策定に向けて、説明会など地域住民の方との説明会を開催するという、のも業務の中に入っておったかと思うんですけども、日向地区におきましては観光振興課の景観形成事業で2年3年ほど補助事業で、その町並みの、景観づくりということで、地域の人たちとの話し合いというのはもうなされておるわけなんですよ。でその中で、やっぱりこう意見の相違とかがかなりあって、なかなかこう取りまとめがに苦慮した経験がございます。ですんで、まあ、この事業を進めていかれる中で観光振興課の方と、まあ、情報の共有を図っていただいて、そして、連携してですね、事業を進めていただければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。はい、他にありますか。はい、以上で第7巻土木費および第10巻災害復旧費についてを終了します。紹介いたします。本会に戻します。次に午前中の審議は、第4巻衛生費、午前中の審議は第7巻土木費および第10巻災害復旧費の復旧費までとして午後1時まで休憩いたします。